本当にこの子嫌だ。腹立つこの子。愛知県東郷町にある認定こども園太陽和合こども園で、保育士4人が園児に不適切な発言をしていた問題。園を運営する法人理事長の代理人弁護士が今日、不適切保育が発覚したいきさつを文書で公表しました。1歳児クラスの部屋の鍵が施錠され、カーテンが閉められていた。文書によると、先月10日の保育の時間中、問題の起きた1歳児のクラスでは、一時部屋に鍵がかけられ、カーテンも閉められた密室の状態になっていて、このことに園長が気づき、辞めさせたということです。園は先月から今月にかけて保護者説明会を開き、いきさつを説明し、謝罪しました。子どもの人格を否定する言葉に分類される不適切発言に該当いたします。このほか文書では、不適切保育の原因として、他の保育士に疑問を感じながらも便乗してしまった。職員の教育と指導が徹底されていなかったなどと指摘。関係する保育士5人はすでに自主退職していて、園は今後、再発防止策を検討しています。